和レッズが今夏漫遊から大物を獲得するという会情報。浦和レッズは今夏にもプレミアリーグからの驚くべき移籍の成立を望んでおり、同選手は保有元のマンチェスターユナイテッドとの契約が今夏までのため、フリーでの獲得が可能。漫遊からもし入団するならリンデフ、マルシャル欲しいな。サンキョきたー。今季までの契約、バラン、エヴァンス、マルシャル、ヒートンかな、狙いに行くのは自由やから可能性はいくらでもあるね。エリクセン一択でしょ。デンマーク出身と北欧路線にマッチするどころかレジェンド。心臓の持病もプレミアに耐えれるなら問題ないでしょ。何より所属チームに対する忠誠心が高い。マルシャルさんはプロリハビラーとして特筆すべきであり、フットボーラーなのか?と首をかしげる。こんにちはラッシュフォードです。ブルーノ・フェルナンデス来たー。またリハビリ案件かな。夏に大補強するって噂はあるんだよな。マルシャルだろ。マルシャルというスペランカーがフリー獲得か。マルシャルとかソルバッケンレベルのスペだぞ。西川の後継ぎでデヘアが来るか。勘違いしてる方多いけど、デヘアは去年で退団してます。ワンビサか。マルシャル、エリクセン、どちらかだろ。サプライズ移籍よりもちゃんと稼働してくれる人を取ってきてもらってもいいですかね。浦和に せでもスタメンで出れそうなのでブルーノくらいしか思い当たらないけど大丈夫か。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。